こんにちは、マサです。今日は休校中にやっておくべきこと、トップ3をみんなと一緒に考えていきたいと思います。みんなって今休校中だよね。学校がね、ちょいちょい再開された人もいると思うんだけど、関東とか東京はまだまだ休校中なんだよね。テレビやゲームも飽きちゃったし、かといって勉強のやる気も出ないし、友達とも遊びに行けないし、ドラマも見飽きた。もう今年分は寝切ったんじゃないかな。そうやって思いながらも、この自粛期間中何やったらいいかわかんない。そんなあなたにはっきり言います。好きです。多分ね、この動画を見てくれてる人は、そんな暇な時間でも何とかしたい。ただ俺が喋るだけの動画を、なんかヒントがあるんじゃないかなと思って見てくれたんだよね。めちゃめちゃ嬉しいっす。今回俺なりにね、考えた休校中これやっとくといいんじゃないかなと思ったことをトップ3を発表するんで、ぜひ参考にしてもらえたら嬉しいっす。このチャンネルでは、もちろんね、勉強の仕方とか、そういうのも大事なんだけど、高校生活もっと楽しく生きようぜっていうことをテーマにしてるんで、勉強のやり方はね、頭のいい人に教えてもらっとくとして、どちらかというと、もっと心がハッピーになるような、もっと気持ちが楽になるような方法をご紹介していきます。じゃあ早速、このね、臨時休校中にやるべきことトップ3、第3位は、新しいことを始めてみること。これね、みんなも多分よく聞くと思うんだよね。この新しいことを始めるっていうのはもう科学的に証明されてることで、休日に新しいことを始めると幸福度が高まりますよっていうもうデータが出てるんだよ。それ知らなかったなと思う人多いよね。ただね、いやマサ先輩、そんなこと言っても今外出れないじゃないですかって思う人もいると思う。だけど、そんな大それたことじゃなくていいんだよ。一日一個でいいから、ちょっとしたことやってみてほしい。例えば、俺もよく朝起きて太陽光を浴びた方がいいって聞いたことない。ただね、残念なことにうちって日当たり良くないから太陽光がね、朝入ってこないのよ。だから今日の朝初めて、ちょっと10分ぐらいね、家の周り散歩してみたんだけど、結構スッキリした。で、それぐらいほんとちっちゃいことでいいの。例えば、朝ごはんをアイスにしてみるとか、夜更かししちゃう人は、あえて夜9時ぐらいに寝てみるとか、逆に朝5時ぐらいに起きてみるとか、ほんとそういうことでいいの。朝ごはんアイスにしたことってないでしょ、あんまり。これね、新しいことをやるメリットもう一個あって、それ何かっていうと、新しい価値観に気づけるってことなんだよね。あ、意外と夜9時に寝るのいいなとか、朝ごはんのアイス最高じゃねとか、逆にちょっと甘くて気持ち悪いなとか、新しい発見があると思う。ただ、こうやって新しいことを始めるのめちゃめちゃ大事なんだけど、一個だけね、注意してほしいことがあるんだよね。それ何かっていうと、やることは夜のうちに決めておくってこと。今日この動画を見てくれた君は、今日の夜、明日これやろうかなっていうのを一つ考えて寝てほしいんだよね。っていうのもちょっと想像してみてほしいんだけど、勉強でも一緒じゃん。このページの問題を10分で解きなさい。それ集中できるよね。だけど、10分で好きな勉強をしてくださいって言われたら、何の勉強しようかなって考えてて10分経っちゃう。こういうことよくあるよね。俺もね、今日作業何しようかなって考えてるだけで、あ、気づいたらもう20分経っちゃった。こういうことがよくある。人って何やろうかなとか迷ってる時がものすごくストレスかかるらしいんだよね。だから、夜のうちに考えて、で、次の日それをやる。とは言っても、いや、だから結局その夜考えるのが難しいんじゃないですかって思う人もいると思うから、参考までに概要欄にこんなことやってみたらいいんじゃないっていうね、おすすめの10個書いとくんで、もしね、新しいこと何やろうかなって迷ったらぜひ参考にしてみてください。そして、休校中にやっておくべきこと、第2位が、夢を見てみるということです。寝てる時に見る夢じゃないよ。将来の夢を考えてみる。ただ、ここで注意してほしいことが2つあります。1つは、将来の夢を職業で考えないこと。みんなも経験ない？将来の夢はって聞かれた時に、プロ野球選手とか、学校の先生とか、YouTuber とか、お医者さんとか、これって職業で考えてるよね。だけど、大事なのって、その職業になって何がしたいのか。そういうところだよね。ね、YouTuber 目指して動画一本撮りました。よっしゃ、将来の夢、叶ったーっていう人はいないよね。だからもしね、将来こうなりたいなっていう夢があるんだったら、そうなった時に自分は何をしたいのかっていうのを、この休みの期間にね、ぜひ考えてみてほしいんだよね。例えば将来先生になりたいっていう人だったら、先生になりたいではなくて、授業はもちろん、進路相談とかにも親身になって相談を受けて、先生のおかげで人生変わったよ、そうやって言ってもらえるような先生になりたいとか、プロ野球選手になりたいじゃなくて、逆転性を7万塁ホームランを打ってヒーローインタビューに立って、そこでお父さんお母さんに感謝の気持ちを伝えたいなとか、その職業になった時に何がしたいのか、そういうのをね、ぜひ考えてみてほしいんだよね。そして注意すべき点2つ目は、できるかできないかじゃなくて、やりたいかやりたくないかで考えてほしいってこと。これね、実際に俺もそうだったんだけど、何か将来の夢を考えてって言われた時に、いや、多分俺これできないんじゃないかな、俺今英語苦手だし、海外とか無理だよなって、できるかできないかで考えちゃいがちなんだよね。みんなもそうじゃない？将来みんな2億円稼いでって言われたらどう思う？いや、2億円か無理じゃないって思うじゃん。だけど実はね、日本のサラリーマンの将来平均的に稼げる給料の金額って2億円なんだよ。
すごくない？日本人ってね、まあ、平均なんだけど、だいたい2億円ぐらい一生で稼ぐ。もちろん将来の夢はね、職業に関係なくてもいい。世界を旅して世界中に友達を作りたい、こういうのでもいいし、ちょっと近い未来大学に行ってサークルに入って友達ん家に泊まって素敵な恋人ができて青春を謳歌する、それも最高。野球が好きな人は日本のプロ野球の球場、全ての球場で生で試合を見た後にアメリカに行ってメジャーリーグ全てのスタジアムで野球を見る、これ最高じゃん。だけどね、夢を考える時って自分にはできるかなできないかなってやっぱり考えちゃいがちなんだよね。これはなぜか、今ほとんど全てのことができないからなんだよ。今までの十数年の経験上、やったことがないことがどうしても多いよね。世界中旅したいって思ってるけど、海外にすら行ったことがない。野球は好きだけど、今まで野球が忙しかったから東京ドーム西武ドームぐらいしか行ったことがない。これまでの経験で考えちゃうと結構できないことって多いんだよ。だって俺も YouTube 始めるまで YouTube 撮ったこともなかったから。だけどこれからやればいい。まずできるかできないかじゃなくて、やりたいかやりたくないかを考えてみる。あ、世界中で友達作りたいなーって思ったんだったら英語を勉強すればいいし、じゃあもっとプロ野球見に行きたいなーって思ったんだったら旅行行けばいいね。旅行行く友達がいないなーと思ったら友達作ればいいし、お金がないなーと思ったらバイトすればいいし、そうやってやりたいかやりたくないかで考えると、あ、じゃあこれやるためにどうしたらいいのかなーって考えられるんだよね。そもそもね、夢を見れるっていうだけですごいことなんだよ。ちょっと残酷な話なんだけど、社会人になると目が死んでるなーっていうサラリーマン、将来やりたいことなんかなんもねーよって言って適当に過ごしてる大学生たくさんいる。そんな中で将来これやりたいあれやりたいって考えること自体がもうすごいことなんだよね。だからぜひこれ終わったら俺これやりたいな、マサさんに会いたいでもいいよ、頑張って俺もそういう機会作るから、ぜひね自分のやりたいことを考えてみてほしいなと思います。そしていよいよ来ました、休校中にやっておきたいこと第1位、親と話してみる。いやいやいや、親と話すなんて毎日話してるよっていう人もいれば、いやいやいや、もう親とは話さねえよ、口聞かねえよっていう人もいると思う。あるいは特別な事情があって、いやいや今親と一緒にいないからっていう人もいると思う。そういう場合はね、お兄ちゃんやお姉ちゃん、親戚の人、おじいちゃんおばあちゃん、自分を育ててくれた人とか、まあ、そういう人誰でもいいんだけど、雑談しろっていうことじゃないんだよ。親のライフストーリーを聞いてみてほしい。これライフストーリーってのはね、社会学の用語なんだけど、日本語に訳すと人生の物語だよね。ちょっと大げさなんだけど、質問なんだけどね、自分の親がどういう高校に行ってどういう大学に行って、なぜその高校なぜその大学を選んで、なんで今その仕事をしてるのか、そういうのをねちゃんと答えられる人っている？正直ね、今の俺もあんまり答えられない部分も多いんだよ。ただやっぱりね、親と言っても人間だから、受験の当時はもちろん今も悩んでることってのはたくさんある。だからお父さんやお母さんはどういうふうに考えてその高校を選んだのか、どういうふうに考えてその大学を選んだのか、あるいは大学に行かないっていう選択をしたのか、そういった話をぜひねこの機会に聞いてみてほしいんだよね。これね、俺も高校生の頃に実際にお父さんとお母さんやったんだよ。今はでも思い出してるし、正直ね思い出してこれ原稿書いてる時にちょっとね泣きそうになったんだけど、お父さんの話をねすごいよく覚えてる。ちょっとね、当時の僕の話をさせてほしいんだけど、うちの父さんはね、高卒なんだよね。大学とか専門学校には行ってない。で、当時の高校もね、あんまり頭良くなかったらしい。で、そんなお父さんの口癖は、朝好きなことしろよと言ってくれるお父さんだった。だから、勉強しろとか、宿題やれよとか、言われたことないんだよね。そんなお父さんに、高校3年生の頃、受験勉強で結果が出ずにね、行き詰まってたある日、お父さんとたまたま2人で晩ご飯を食べる機会があった。で、その時に聞いてみた。お父さんって、なんで大学行かなかったのと。そしたらお父さんが話し始めたわけよ。実はお父さんは美術の専門学校に行きたかったんだ。昔から美術が好きだったし、学校の成績も良かった。お父さんが目指した美術の専門学校は美術界でもすごく有名で、倍率も20倍近くあった。ただおじいちゃんは公務員、専門学校じゃなくて大学に行けと反対をした。そんな中おばあちゃんはとりあえず受験だけでもしてみろということで受験料を払ってくれた。すごく難しい問題だったんだけど、なんとか受かってね。だけどおじいちゃんは大学じゃなかったら入学金は払わない、日大の芸術学部を受けろと言ってきたんだよね。お父さんはその専門学校にすごく行きたかったし、これまで受験勉強してこなかったから日大に受かるとも思ってなかった。結局受験では日大に落ちて美術の専門学校にも入学できなかった。だから大学や専門学校には行かずにその後就職したんだ。そういう経験があるから、まさには好きなことをしてほしい、そういう話をね受験期にしてもらったんだよ。もうね、その日の夜俺はもう泣いたね。なんて自分はありがたいんだと。俺は自分で大学を目指して勉強させてもらってる。両親が汗水垂らしながら働いたお金を使って学校に行かせてもらってる。そしてそんな自分を応援してくれてる。なんてありがたい環境なんだって思ったね。その言葉をきっかけに俺は
どんなに辛いことがあっても、絶対に自分の好きなことをやって生きていこう。そうやって思った。だけど、それまでは、なんで自分のお父さんが大学に行ってなかったのか、なんで自分のお母さんが大学に行ってなかったのか、よくわかんなかった。もちろん、大学に行くことが全てだとは思ってないし、大学以外の選択肢もたくさんあると思った。だけど、なんで自分のお父さんやお母さんがそういった選択をしたのかって意外と知らないと思うんだよね。親と言っても、やっぱり人間なんだよ。学生時代は悩んで悩んで、どういう進路がいいのか、大学に行くのか、専門学校に行くのか、それとも高校を卒業して働くのか、いろんな選択肢がある中で、考えてその選択を下したんだと思う。まだ志望校が決まってない人だったり、これから将来どうしようかって悩んでる人って、本当にこの時期多いと思う。だからぜひこの機会にお父さんやお母さんに話を聞いてみてほしいんだよ。もしかしたらみんなの中にはお父さんやお母さんが自分の進路に反対してるっていう人もいるかもしれない。あんなやつとは口聞きたくなんかねえよって思ってる人もいるかもしれない。だけど、なんでじゃあお父さんやお母さんが反対してるのか、自分の気持ちを分かってくれないのか、それを真剣に理解しようと思ったことってあるから。高校生の頃の俺もやっぱり親に歯向かっちゃうことってあった。だけど今振り返ってみると、あの時お父さんやお母さんの気持ちを聞こうとしなかったなって思うんだよね。もしかしたらお父さんやお母さんの反対の理由を聞いてそうやって考えてたんだ。確かにお父さんやお母さんが言うことも一理あるかもしれない。そうやって思うかもしれないよね。ぜひね、この時期にお父さんやお母さんにちょっと学生時代の頃の話を聞かせよって聞いてみてください。真剣に聞けば真剣に答えてくれると思う。できればね、2人とか3人とか周りにねあんまり人がいない環境で聞くのがいいと思うので、ぜひやってみてはいかがでしょうか。ということで、今回は休校中にやっておくべきことトップ3を発表しました。このチャンネルでは特に高校生に向けて生き方だったり考え方だったり、毎日の何か学校生活に役立つ情報をなるべく毎日発信してるんで、ぜひボナル高校ためになったなと思ったらチャンネル登録をして入学してもらえると嬉しいです。ということで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。